皆さん、お久しぶりのスプラトゥーンです。先日、最後の武器が追加されましたね。全部で74種類、本当にたくさんの武器が追加されました。でも使ったことのある武器は、数えるほどなんですけどね。最後まで課金システムがなかったのは、いいことだったけどね。そうなんですよね。さすが任天堂というとこでしょうか。ってあれれ、本日はマリサさんじゃないんですか。今回は特別だよ特別。呼び方がわからないので、ありきたりなおくうさんにします。さて今回も縄張りバトルですか？あれ聞いてない？今日はたくさんの方とスプラトゥーンするんだよ。それは初耳でした。プライベートマッチですね。そうだね、もう遅刻してるんだけど。なんだかこの遅刻展開、前にもありませんでしたか？遅刻はするものだからね、仕方ないよね。するものじゃないですよ、ましてやお呼ばれしてる側なのに。よし、無事間に合ったかな。皆さん揃ってますから、完璧に遅刻ですから。数分の遅刻は、遅刻に含まれないんだよ。数分の遅刻は、遅刻に含まれないんだよ。いやいやいや、名言っぽく編集してもただの言い訳ですからね。逆に考えるんだ、名言ではなく、名言だと。開き直ってません。直ってない直ってない。では今回は縄張りバトル、ガチマッチを全種類やったのですが、その中で私が一番好きな、ガチヤグラを実況します。ガチヤグラか、あれヤグラに向かってバスバスしとけばいいから楽しいよね。そんな単純なルールではないですけど、まあヤグラに集中する人も必要ですから、それもいいですね。ガチヤグラは火力勝負だ。それでは試合に行きましょう。今回私たちのチームには、ゆっくりチョビーさん、和がらしさん、グミスケさんですね。敵チームには、星優さん、ゆっくりカムイさん、百均さん、コチネコさんです。なんだか強そうな人多いね。こりゃやりがいがありそうだよ。グロテスクな表現がなんちゃらとか注意事項いらない？飛び散るのインクですからね。優しい世界ですからね。なら倒しまくってグロテスクな表現を作るまでだよ。なんだかまたアホっぽい子ですね。さて今回のマップはアロワナモール。武器はラッパのマークことボールドマーカー。メガホンレーザー食らわしてやる。レディー。天皇陛下、万歳！万歳！ガンマムからうるさいですね、もう。スプラトゥーンが平和なインクの世界なんて今回で終了だよ。いかに殺伐としたゲームかみんなに教えてやるんだ。さあまずは最初のヤグラ前転、スタートダッシュを決めましょう。このヤグラは私のものだ。左から撃たれてますよ、避けて避けて。バレないバレない、私はヤグラ、私はヤグラ。あれだけ開幕叫んでいたのに、案外慎重なんですね。いやー、炸裂弾はやめてー。これ戦った方が良かったんじゃないですか？最初はまだ敵の動きを知るためのものだから。うぬぬ、敵はなかなかやるようだね。あれおかしいなぁ、悟空さんさっきただの的だった気がするなぁ。くそう、これからだよ。味方の人が中央を抑えてるから、私は右側に行こうかな。お、スノープレイですね。もう一生カラス頭とは言わせない。いってー、メガホンレーザー。当たれば一撃必殺、これで敵全員をイカ焼きだよ。当たればですよ当たれば。ババ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 。ちょっと待って、ダイオウイカラだね。クッククック、バカめ、こうやって隠れておけば大丈夫。なんでなんで隠れていたのに。センサーが完全についていましたけど。センサー飾りだと思ってた。飾りのエフェクトなんてないですよ。だってちょっとバレなかったじゃん。やりすぎてそうな雰囲気ついてたじゃん。さすがお空さんというとこでしょうか。とりあえずビーコンで電線にすぐ行けますし、慎重に敵を倒しましょう。やったー、ダブルキルー。言ったそばから突っ込むのやめてくれません。私の辞書に慎重なんて言葉はないよ。命令はいつもガンガン行こうぜ。命大事に覚える日は来るのでしょうか。ヤグラが取られましたね。裏から取り返してください。任してよ、ここで綺麗に取り返してやるから。バリアなんて知らないね。特攻をかけるまでだ。敵の潜水艦じゃなくてイカですし、水に落ちるし、なんだかもうよくわからないんですけど。なんでやイカなんだから水くらい泳げるでしょ。この水は淡水なので、イカは死んでしまうという設定みたいです。淡水って？どんな生物も殺してしまう恐ろしい水ですね。ちえー、そんな水が張ってあるなんて嘘でしょ。もちろん嘘ですよ。この子。かわいい顔して恐ろしい。さあさあそんなことよりヤグラを運びましょう。悟空さんのできることといったら、ヤグラ運び特集ですもんね。運び屋特集のプロフェッショナルって恥ずかしいな。誰もプロフェッショナルとか言ってないですが、気にしないでおきましょう。メガホンがもうすぐ溜まりそう。これはスペシャルを貯めるべきだね。味方にヤグラは任せた。カウントリード取れそうな時にヤグラから離れちゃダメですよ。じゃあ近くで溜めて、後ろに回っていくよー。味方もロトも吹っ飛べ、メガホンレーザー。当たれ当たれ、全部吹っ飛べ。そんな地形破壊する効果ないですし、味方も吹っ飛びません。なんで当たらないの。
通地形破壊するでしょ。相手陣地に大きいクレーターできるでしょ。平和なゲームですからね。お、この目任天堂悪くないです。ごめんなさい。とりあえずカウンターってるから防衛しましょう。そのヤブラもやったー。ちょっとミサイルとか聞いてないよー。おくーさーん。事故だよ事故。あんなミサイル避けれないって。あのミサイルの位置完璧に S プラス J の動きだね。うんうん。ここなら中央にミサイル撃つのはセオリーかと。隠すいたので少しカットしました。中央取られちゃってるね。着地点に敵いるよ。気づいてないからいけます。理解かげそげそ。こうしておくーさんのガチヤグラは幕を閉じたのでした。勝手に閉じないで。ぐぬぬ、さっきの攻撃のせいでビーコンが壊れてる。敵にヤグラが取られてますし、正面から防衛しましょう。イカ忍者で隠れて、ヤグラの上にいる敵を倒すんですよ。シューなら私のお箱だ。スタンバイ。スタンバイ。ゴー。おら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 。一人倒せたけど、まだ一人残っちゃったよ。ここで止めないと負けちゃいます。私たちでは間に合いません。ここは味方さんが倒してくれるしか。どうやら倒したみたいだね。本当に危なかったです。大逆転勝利は一番悔しいですからね。よし、もう一度攻めに行くよ。攻めると言っても、残り時間は約40秒ですし、時間切れを狙ってもいいかもしれません。まだまだ暴れ足りないよ。私の中の核反応がもっと暴れろと言っているわ。この先にもう一人。ほら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 。あれ、いなくなった。勢いだけでは、倒せなかったみたいですね。おかしいな。お、ビーコンは行ってるね。また右から行くよ。おくーさん、最後まで攻めるんですね。最後まで攻めるのが、敵に対する礼儀だよ。そう言われるとそうですね。わかりました。最後まで攻めましょう。味方も前にいるね。ガチヤグラ運ぶよ。ここでガチヤグラを取られてしまうと、逆転される時もあるので注意ですよ。バリアいるけど撃ちまくれー。ちょっと待って死にそう。最後危なかったですね。耐えてなければヤグラ取られてたかも。はい、というわけで、私たちの勝利です。結構いい試合だったね。私もちゃんと仕事した気がするよ。まあ足止め程度にはなったのではないでしょうか。それではこれで交流戦ですかね。まあ交流戦でいいんじゃないかな。では交流戦に混ぜてくださった方々ありがとうございました。それでは皆さん、理解かげそげそ。ご視聴ありがとうございました。